生命門、安倍の生命の像、安倍の生命は、平安時代の音名詞。生命を、生命と読むことが多いが、これは音読みであり、意味な本来の読み方は確定していない。鎌倉時代から、明治時代初めまで音名量を統括した安倍史流土見門家の祖。官位は、14位した、針間守。生命の系譜は不詳だが、 大前内部、安倍疫材や類は、淡路守る、安倍春財のこと伝わっている。各種詩書では、竹取物語にもその名が登場する、右大臣、安倍三好の子孫とあり、他に、安倍中丸の子孫とする説話や、一部の古文書では、安倍阿孫生命ではなく安倍少年生命と記載される、ものも散見している。 安倍三代氏と同じ安倍氏の一族である南橋氏の末栄説もある。演技21年に摂津国安倍野に生まれたとされる。また、記事については奈良県桜井市安倍とする伝承もある。幼少の頃については確かな記録がないが、御明氏、鴨の忠行、安野理府氏に御明道を学び、天文道を伝授されたという。鴨の氏の文化生であり、後に、 両家は二大恩明堂宗家となる。天略二年をとねり。天徳四年四十歳で、天文徳行政であった生命は、村上天皇に占いを命ぜられており、出世は遅れていたが、占いの才能はすでに貴族社会で認められていたことが伺える。その後の経歴は、記録によって、複数の説があるが、高田義人の整理によれば天徳四年に発生した。 大理火災で焼損した霊剣中造の功労によって、翌大和元年6月以降に恩明氏に任じられ、天禄元年に恩明小族に昇進、翌2年には51歳で天文博士の兼任が認められたという。上限2年、安則が没した頃から恩明堂内で頭角を表す。恩明寮を束ねる恩明頭に就任することはなかったが、 以下はその頭よりも上位にあった。天元2年、59歳の生命は、当時の皇太子、諸貞親王の命で、夏さんの天狗を封ずる儀式を行う。この頃から、花山天皇の信頼を受けるようになったらしく、記録にしばしば生命が、占いや、陰苗道の儀式を行った様子が見られるようになる。花山天皇の逮後は、一条天皇や藤原の、 道長の信頼を集めるようになったことが、道長の日記、未動関白記などの当時の貴族の日記から狙い得る。その他、昭雨記によると、省略4年2月、一条天皇が急な病に伏せった、折、生命がみそぎを奉仕したところ、たちまち病は回復したため生後以上に除された。また、未動関白記によると、 観光元年7月には深刻な干ばつが続いたため、生命に雨乞いのご流祭を行わせたところ雨が降り、一条天皇は生命の力によるものと認め干物を与えたことなどが記されている。恩苗師として名声を極めた生命は天文堂で培った計算能力を買われて主計寮に移動し、主計言助を務めた。その後、佐兵圏大部、 国相院別当、針間守るなどの官職を歴任し、以下は十四位下に上った。さらに、生命の二人の息子、安倍義政と安倍吉平が天文博士や恩苗介に任ぜられるなど、安倍氏は、生命一代の間に死である忠行の鴨の氏と並ぶ、恩苗道の家としての地位を確立した。刑府上、安倍の生命の光栄とされる家柄としては、道場家では、 安倍氏着流の土見門家と、江戸時代に、そこから分家した初流倉橋家があり、明治以降は共に死者区に列せられ、子孫が現存する。また、近家下下の高徳家も、刑府上は、鴨野市であるが、加祖智之が安倍氏出身であり、安土桃山時代の当主、とも、豊かまで生命の断刑決脈が続いた。しかし、土見角、倉橋良家に関すると、 安倍の生命の男結ケチ脈は、宇田玄寺綾の工事家の子で、倉橋家の養子となった、倉橋勇儀と、その息子で、土見門家の養子となった、土見門康氏坂への代で断絶しており、現在の土見門家、倉橋家当主はいずれも、さらに養子相続を繰り返した結果、戦国時代の安倍氏当主、土見角を治から数えて、共に4回の女系を経ることで存続している。 一方、土御門いうおさむの娘が、果重字春豊の妻、土御門安志福の娘が、倉橋安明の妻、さらにその、安明の娘が、萩原飲料の妻になり、皆子を残しているため、果重字や、萩原家をはじめとするいくつかの道場を区げ、家族の子孫、及び、現行室に、女系を経て、安倍の生命の血脈が受け継がれている。薬病神退治をする、 安倍の生命現代では、足や道満大内明による人物像が定着しているが、平安時代では最先端の学問であった、天文道や占いなどを体系としてまとめた思想としての恩陽道に関して、卓越した知識を持った恩陽師とも言われ、当時の朝廷や貴族たちの信頼を受け、その実績は神秘化されて、数多くの伝説的逸話を生んでいった。 アシア・ドーマン・ことミチ・マホとは、ライバル関係にあった。生命が死んだ11世紀のうちに、早くも生命は神秘化されていった。歴史物語の、大鏡、実機章や、説話集の、根弱物語集、宇治周囲物語はいくつかの生命に関する、神秘的な逸話を載せる。後世に、陰陽道の経典となる秘伝書。 保機内伝の著者に固くされている。実際の生命の著作としては、土見家ど家に伝わった占い事略さだがある。他にも、原平清水記北条九大記古事壇などがある。生命神社、安倍の生命神社名古屋生命神社安倍文樹院、安倍の生命が、恩明堂の修行をした場と伝えられる。安倍の生命増墓所は、京都佐賀にあり、 渡月橋の近くにひっそりと眠っている。安倍の生命を祀る神社は、屋敷跡に建てられたという一条戻り橋近くの生命神社や生誕地とされる大阪市安倍の区に建てられた安倍の生命神社。東国では、数少ない生命ゆかりの社利社ッ熊の神社、終わりで、独者退治をした際に居住していた屋敷跡の名古屋、生命神社など全国各地に存在する。 後世の恩明氏が、生命にあやかろうと信仰したため、日本各地に生命塚と言われる塚を混流し、祀った。大鏡、今尺物語集、宇治周囲物語、平家物語展覧会小説漫画映画、テレビドラマ演劇ゲームアニメ、生命生命を演じる羽生譲る生命塚アテラの、七滝一条戻り橋よって、安倍の生命の断経直径末裔は、 信憑性のある公的な系譜上、謙遜しない。ありがとうございます。